鍵開けキリエと風刊誌は池田朝香によるライトノベル作品。監獄トリーデと呼ばれる建物を舞台に主人公らの冒険を描くファンタジー小説シリーズ。イラストはサンバサシ。単行本は富士見ファンタジア文庫より刊行され、2009年12月に一巻が発売された。大陸の内陸にある小さな町に住む少年キリエは鍵開けの才能を持っていた。 街中の城前を開けてしまった彼が開けられないものは7歳の時に見つけた金色の箱だけでその箱を開ける方法をいつも考えている夏祭りの日妹の緑化に誘われてキリエは監獄砦と呼ばれ恐れられている建物に行く監獄砦の城を開けて中に入ると奥には大統領と名乗る全身を鎖で巻かれた謎の美女がいたキリエは 大統領が住んでいる檻が箱と同じく開けられないと気づく。監獄トリデで大統領と会った後、キリエは箱を開ける力を身につける。金色の箱を開けると中から一人の少女が現れた。少女は自分のことを魔法使いと呼ぶ。キリエは箱を開ける能力によって失われたはずの魔法、空間術を蘇らせることになった。 鍵開けキリエと風刊誌小箱は開くのを待っている。藤見書房。藤見ファンタジア文庫、二千九年。i s b n 九百七十八から四から八二九一三四七一九。鍵開けキリエと風刊誌、モラトリアムミッドサマー、藤見書房。藤見ファンタジア文庫、二千十年。i s b n 九百七十八から四から 8, 8 2 9 1 3 5 2 0四。鍵開けキリエと風刊誌そして、 世界の開く音藤見処不藤見ファンタジア文庫2011年 ISBN 978から4から829136027ありがとうございます